こんにちは、ドラジです。今日はですね、作業用の軽トラック、こちらですね、今回購入をいたしました。テントウムシを外観比較してみたいと思います。これで見てお分かりだと思うのですが、同じところに止めておるのですが、軽トラの方がですね、長さがちょっと長い感じがしますね。幅ですね、幅はキャンピングカー、軽キャンは1140になってますね。長さが338、やはり1センチの違いですね。軽トラが339でしたから、幅が147、これは一緒ですね。長さが199、軽キャンが、キャンピングカーが199、長さ、軽トラが、今日はテントウムシ、軽キャン乗り、納車され3週間21日経過しましたので、いろいろ不具合、思っていたより違う点等ありますので、紹介並びに、紹介をしたいと思います。まずですね、今現在、この軽キャンテントウムシの状況なんですが、一つ大きな問題はやはりスペースが狭いということ、これはもう当初からなんですが、分かって買ってたんですが、何よりもですね、収納スペースが非常に少ないということで、今現在ですね、ドラジ一人が乗るのが大半ですので、前の座席にですね、このような、これは苗行く苗用のですね、板を敷いてですね、前にカゴをこのように2つ並べております。まあ中にはですね、すぐ出せるようなこの撮影機材ですね、GoPro とか、このパナソニックのビデオカメラですね。それとこちらの箱には、まあこの箱は移動をしますので、帰ればですね、録画したものを編集したりしますので、これは持ち帰ります。でこちらの箱はですね、まあ非常にいつも使うこのバッグとかですね、あとミネラルウォーターですね、こういうものを入れております。で下の方の空間はですね、このバッグを置いて、バッグの中にまあ、あまり必要としないものも入れてます。まあ、向こうに傘などもですね、入れております。前の利用はこのように今現在しております。あとですね、運転席側の方は何もないんですが、メーター、あとテレビ、テレビはワンセグですけども、まあ、前の方、運転席は当然、こんな感じですね。方を見て開けてみますと、このようになっております。今現在ちょっと整理ができてないんですが、一つの整理術としてですね、この座席にですね、
昔使用してました山登りに使用していましたこのバッグをですね、うまく使えないかなということで、バッグを一つとこちらにも二つ、一つですね、合計二つバッグを背負わせております。シートがバッグを背負うという感じで、こんな感じですね。これはもうヘッドレスをのけて簡単にできますので、あと取り出せるものですね、簡単に取り出せるものこういうものにしております。まあバッグでバッグというかリュックでありますとですね、持ち運びも簡単ですし、こういろいろ小物入れが結構できますのでね、必要なものをここに入れられると。でこういうケースになりますとですね、場所を取りますので、こういうバッグに、バッグというかリュックにいたしました。中なんですが、まあ中のスペースなんですが座席、後部座席はこのようになりますね。その前にこのようにリュックを置いております。こちらもリュックを置いております。まあ後部座席にはですね、まあ一番よく乗るのは奥なんですが、奥が乗るときにはこのような方式にしてベッドなしに座席にします。でこの座席のところなんですが、このようにですね、シートゴムマットを敷いております。まあこれは靴置きなんですけども、あとですね、このドラジが一番の問題と思っているのは収納スペースとですね、まあ、収納スペースはこういうもので解決がほぼできるんですが、まあ、この上にもですね、ルーフを上上げるとですね、ポップアップを上げるとこれをですね、ベッドを1枚出すとここまで、これまでですね、1枚の幅ができますので、上げた場合はですね、上の方に、この上の方にですね、置くことができます。ですからまあ結構上に置くことができますので、ポップアップを上げてるときはできますが、走るときはポップアップを下げないといけませんので、その荷物は当然、ベッドのこの中に置かなくてはならないわけですね。まあ一つの問題点は収納スペースが非常に少ないということです。まあ収納スペースの一つの例はこのシートの下ですね。このシートの下に、幾分か入れるところはあるのですが、高さ20センチぐらいですね、幅が60ぐらいですね、幅が60ぐらいで、高さが200、長さがですね、110、それで荷物は入らないことはないですが、今現在はですね、簡易トイレとこのガスコンロですねを入れております。まあ収納はですね、他にもあるんですが、他でまた紹介したいと思います。で一番ちょっと肝心なところなんですが、これがですね、ステップがですね36センチですね、あります。で、下からですね、それから、
この上の方が約29センチ、28センチぐらいですかね。ですから下から行きますと合わせて57センチぐらいの高さになりますね。この幅はですね、55センチぐらいですね。ですからここにこれをステップで上げ、この上がるということなんですが、一番の問題はですね、ここですね、この幅が約13センチですね。13センチ幅で、この上がり口がですね非常に高くて、なおかつここにスペースがないということで、このドアがですね、ドアが、ドアを上げて開ける、もちろん上がるんですが、このドアを開けた時にですね、この後部座席の位置がですねちょっと前に行っておるので、この間から上上がるということになるんですね。ですからもう少しこれがバックしておればよかったんですが、少しですね位置的にも厳しいものがあります。それとこのシートがですね、後部座席のシートが先ほど言いましたように110ですね、約113ぐらいなんですが、この下の画台がですね、これがこの画台がですね、シートを乗せてる画台が65、63ぐらいありますね。でこれをですね、この横にならないかということですね。これを横にですね、このシートを横向き、こちら向きですね、前向きでなくて横向きにしたすることができないかということで、できれば改造したいとは思っておるのですが、なかなかですね、寸法が厳しいんですね。よいしょ。このシートをですね、よいしょ、よいしょ、このシートを後ろ向きにしとるわけですね。けどね、今現在はで、ここをこのようになっておりますね。向こう側と収納で収納するところはあります。高さが2センチ、幅が115ぐらいですね。でこれをベッドにするわけですね。でベッドにした時にこのバッグが当たりますので、ベッドに方式、ベッドにするときはですね、このリュックをですね、このように前にしてですね、こんな感じですね、こんな感じでリュックを前にして、これをベッド方式、これでできましたですね、はい、でこれがベッドになりました、はい、お湯を沸かしております。これがですね、この後部座席を横向きにするためにはですね、今現在幅が113
113ですね。そしてこのベッドの方がこれが約90ですね。90です。ですからこれ113がこのように横になりますと、横にしますとですね、よいしょ、113ここまでになるわけですね。ここまでにこれにかかるんですね、このベッドにね、こちらにかかりますので、約10センチですね、長いのでですね、これを横にすることは難しいですね。簡単にはね、長さを変えなければならないということもありまして、横にベッドをするのはですね、横に座席をするのはですね、非常にちょっと改造が必要であるということになります。これがですね、ちょうどこの中に収まっておればですね、100ぐらいに収まっておれば横にできるんですが、10センチ長いのでですね、これがですね100ぐらいであればですね、これぐらいであればいいのですがですね、これから変えないかんということになりますね。このものからシートも変えないかんということになりますので、大掛かりになるありますのでね、ちょっと難しいですね。ただこの横向きになると、おのずとですね、この50ですから、当然ここのスペースがですね、この上がり口のスペースが50センチぐらいですね、余裕が出てですね、来るわけですね。今現在こうなってますので、約50センチですね、約50センチ上がり口のスペースができるということで、横向きに座席がなれば一番いいんですが、ちょっと難しそうですね。後部座席をする場合はですね、このようにしてですね、これ簡単にできるわけですね。はい、このように簡単にできますのでね、これが横向きであれば一番いいんですけどね。まあそういうタイプのテントウムシも出て、今現在は出ております。この当時はですね、出ておったかどうか分かりませんけど、2008年製ですので、その当時はですね、どうか分かりませんが、これベッド方式にするのは簡単ですね、非常に簡単です。これを両方上に上げてですね、そしてこうすると、そしたらこれ簡単にできますんでね。まあここに上がるときに、上がるときはですね、ここからこう行ってこう上がると、まあこういう感じですね。こうリュックにしてますのでね、はい、それではちょっとベッドに戻してみましょうかね。はい、これでこういう感じです。こういう感じでベッドになりますね。はい、
ですね。そしてよいしょ、よいしょ、このストッパーね、このストッパーのついてるものを必ずこっちが端にすると、そしたらここに荷物が置けますのでね、こういう感じですね。よいしょ、よいしょ、こういう感じで荷物が置けますのでね、ポップアップを開けたとき、上ポップアップルーフを開けた場合、もちろん停車している場合ですが、この組み立てベッドを1枚出すことによってかなりいい整理ができます。このようなものはですね、上に一時的ですが置くことができます。結構広いですね。これは高さが50ぐらいありますのでね、この時点でね。で、低いものでありましたら向こうからですね1メーターぐらいありますので、幅がですね、幅がもう1メーターぐらいあります。ですから広いスペースになりますね。ですからここをうまく利用してですね、下のスペースを確保したらいいかと思います。で、この下にですね収納するとこがあります。今現在こういうものを入れてますが、こちらもですね、こちらにも収納するところがあります。水ですね、よいしょ、よいしょ。ここの収納がですね、85と50ですね。サブバッテリーがありますのでね、コントローラーとサブバッテリーがありますので、高さがですね約20センチしかありません。80の高さが20で、この幅が50、ここがこのテントウムシとしては最大の収納場所になります。ベッドの下ですね、よいしょ、よいしょ、木沸かしてみましょうか。湯を沸かしてコーヒーでも飲むようにしましょうかね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。石をオンにして、ここスイッチオンですね。はい、ポータブル電源、ポタ電ですね。上げた時はこのようにテントウムシ納車されて約3週間経ちました。まあいろいろな使い勝手があるのですが、
ドラジーからしてみればですね、2つ問題点があります。まあこれはですね、問題点といっても思惑違いなところはあるんですが、一つはですね、一つは何と言っても、収納スペースが少ないということですね。これが一つの問題点ですね。ですから軽の軽トラを、まあ、軽キャン、軽の寸法でキャンピングカーになりますと、どうしてもですね、収納スペースが少なくなるというのは分かるのですが、まあ収納スペースが少ないというのは非常に荷物の大きい場所がですねなくなりますので、まあベッドにしても使い勝手が非常に悪くなるということですね。まあそれぞれの工夫を今回しておるのですが、まあ一つはですね、運転席と助手席の後ろヘッドレスに今まで、まあ山登りとかですねしてたリュックをですね活用しまして、2つの座席にリュックをですねこのように、かけております。まあこれでかなりですね、こういうケースとは違ってですね、かなり、うまく利用すれば便利にですね収納ができるんじゃないかと思っております。まあ簡単に取り出すこともできますのでね、まあ一つの難点はこのベッドをですね、後部座席にするときに若干リュックが曲がりますので、邪魔になりますので、前にしなければなりませんけど、まあその程度でありましたら問題ないかと思います。まあこの収納スペースの問題ですね。あとはですね、これはドラジーの思い違いが多かったんですが、この後部座席ですね、後部座席が前向きにこれはなっとるわけですね。まあ通常軽トラック、軽乗用車なども前向きになってるのが普通なんですが、この乗る位置がですね、まあこのドアのところが非常に高いので、高いがゆえにですね、この上に上がった時のこのスペースがですね非常に狭いので、座る時にですね、少し難儀しなければならないと。特にお年寄り、まあ高齢者、じいじも奥も高齢者なんですが、後期も過ぎますと上り下りが大変なので、まあそれがゆえにまた上がった時が狭いということで、使い勝手が非常に悪いということです。この改善はですね、もうどうにもならない可能性は大なんですが、できればですね、この後部座席を前向きをこの横向きにですね、このドア向きにできればしたいと思ってますが、寸法測定をしますと約10センチですね、後部座席の方が長くて、
簡単に横にするわけにはいけない状態です。まあ、これも、まあ、プロの方にですね相談して、まあ、安く出来上がれば安くできればですねぜひしたいとは思っております。この2点ですね、大きくはこの2点がドラジの思ってたより少しテントウムシに関して、悪い点弱点ということに なります。まあ収納スペースの方はですねなんとかこのリュック方式とか上にこの乗せるとかいうことでですねなんとか改善できるんですが、この後部座席の方の方向はちょっと素人では難しいような気がします。またできるものか安全上問題ないかですねそのあたりの確認が必要になるのではないかと思います。はい、この2点だけですね。あとについてはですね、まあ良い面が多いです。まあ軽トラックに、まあ軽自動車にドラジオは長く乗ってましたので、運転の場合の振動とか乗り心地とかですね馬力とかそういうものは軽に慣れておりますので全く違和感はないですね。前の車がジムニーだったので山道等についてはですね、まだ走っておりませんがジムニーのような悪路を走ることはできないと思うんですが、まあそのあたりはそれなりにですねメリットがあるんじゃないかと思います。あとですねこのスペースですね、居住のスペース、特にベッドにしたスペース、これはですね、一人でありましたら十分な広さがあります。まあドラジーは猫をシャム君とよく乗るんですが申し分ないぐらい、まあ、広く感じるぐらいですね。これは広さも全く問題ないですね。もう軽キャンのこの良さというかですね、こじんまりとしていいんじゃないかと思います。あとですね、良い点は、まあ、網戸ですね。網戸。前面、横サイドで上のポップルーフですね。この網戸が全部ありますので、風通しが非常にいいですね。それとカーテンもありますので、非常にこのプライバシーが、守られるということですね。前にもこれ、カーテンがありますのでねこれを閉めればですね、全くのあれですね見えなくなりますのでね、ですから網戸カーテンですね。それとこの何よりもこの上のポップアップルーフ、これは非常に開放感があっていいですね。高さがもうドラジーが立ってもですね問題全くございません。2メーター近くあるんじゃないかと思うんですが、これはもう文句なしですね。まあ走行中は当然下ろさなくてはなりませんけど、これは問題ないです。開放感があって非常にいいですね。はい、
まあ、K のこの K キャンはですね、非常にその駐車場とかですね、そういうところに全く制限がないのでですね、もう駐車できるということ、これが一番ですね、もうあの普通の軽乗用車のバンと一緒のような感じですからね、高さが少し高いぐらいですので、このテントウムシはそういう面ではですね問題ない、全く一緒という感じになりますね。はい、それと8ナンバーになりますので、税金はまだ来てないんですが、多分今までの税金よりも高いんじゃないかと思います。多分1万超えるんじゃないかと思うんですが、今までは8500円ぐらいでしたのでね、あの税金、それと車検ですね、そのあたりはまだ来年の話で、まあ、当然重量なども変わってくるので、高いのではないかと思います。それと任意保険なんですが、任意保険は今まではですね、車種を選んで、ネットでやってるんですが問題なかったんですが、今回はですねこの8ナンバーになりますと、もうどうも車内ルールかどうか分かりませんが、車検証のコピーをですね送ってほしいということで、どうも審査があるようです。しかしこのテントウムシについてはですね問題なく任意保険も加入することができました。まあ自分で改造しているキャンピングカーなどは任意保険はちょっと難しいかもわからんですね。そういう面ではですね、任意保険入れなかったらちょっと困りますのでね、今回のテントウムシについては問題なかったですね。以上です。上の荷物を下ろした状態ですね、こういう状態になります。今までこの上に、置いておいた荷物をですね、走行中はポップアップを閉めなくてはなりませんので、下にベッドに、下ろした場合になりますね。はい、このような状態になります。ですからこの状態でですね、この後部座席がですねこちら向き、こちら向きですね、横向きになっておれば非常に展開がやりやすいわけですね。横向きになるとここからのこのスペースが、これがこのスペースが取れますのでですね、非常にいいわけですね。今現在は前の方にこのように焼いてますけど、このベッドが横向きになれば非常に乗り降りが上がった時にですね、ここのスペースが